皆さんどうもです。カブくんお疲れ様です。地震の情報ではなくてすみません。ちょっと明るい話題を。1月12日から始まる佐賀公園の交通広告が福岡に登場しました。1月の2日から14日まで、都市、福岡市地下鉄の福岡空港駅解説内です。佐賀アリーナ公園まであと10日です。ドキドキですね。はい。ということでございますね。あの、気をつけて、 行きま、皆さん行きましょうね、あの。うん。えー、寺さん、よろしくお願いいたします。かぶくん、こんばんは。昨のの地震に続き、今度は被災地に向かう海上保安庁の飛行機と、え、JAL の旅客機がですね、衝突してしまうという、あってはならない事件悲惨な事故が起きてしまいました。大きな役目を果たすたすめに 事故に遭われた方々のご冥福を祈りします。ご家族の方々の悲しみを思うと胸が張り裂けそうです。うん、先ほどの地震、津波の情報を見て、長女が東日本大震災を思い出してしまい、ひどいパニック症状を起こしてしまいました。震災当時はまだ6歳、居住地は内陸なので被害は少なかったんですが、繰り返し起こる余震と緊急地震速報の音、切迫する日々がトラウマになっていたようです。 えー、当時、私の家が2人行方不明になっていて、安否確認をするのに必死で、えー、その様子も娘にとっては不安な気持ちになっていたのかもしれません。娘は今、落ち着いてきましたが、震災を経験した方の中には、今回の地震で心がつらい状況になっている方も多いのだと思います。えー、地震の被害だけにとどまらず大きな 心に大きな傷を負ってしまうんで、長期的なケアが必要だと改めて感じました。いや、もうこれは本当、心に、心もし、あの、なんて言うんですかね、あの、物理的なことだけじゃなくて、えー、心にもね、あの、被害を被ってしまうわけですよ。その娘さん心配ですね。あの、緊急地震速報の音だけでもちょっとびっくりしますので、ね、あの、僕も日本にいた頃、 なるたびに、音が鳴るたびに、洗い物が鳴るたびに、ワンちゃんがめっちゃ吠えてましたね。だから犬もあの音が鳴った後に恐ろしいことが起こるってわかるんですよね。猫ちゃんはちょっとわかりませんが、ワンちゃんはそういうことやってしてましたね。はい、皆さん、引き続き地震の揺れ、注意してください。あのー、ありがとう。これで終わりにしていきます。